はいどうもです今回は「テーラーちょっとと読んでいいこうと思います今回は心優しい青年が殺人鬼になるまで」っていうちょっとね気になってたよねずっとこれ読みたいなと思ってたんやけどやっと完結したのでちょっと最後まで読んでいきたいと思いますでは読んでいきましょうあやかお疲れ彼女ですかお仕事終わったうん公平お付き合いしてるんですかねあやかちゃんから「お疲れ」って言われるとか信じられない何でしょうか カップルじゃなさそうでございますわら。<laughs> わらじゃねえわ。プロフの写真と名前見て、メゾンヌのあや香ちゃんが好きなんだろうなって。メゾンヌメゾン一国でしょうか。ファン同士で話すのもいいなと思っていいねしたら、まさか本人だなんて。ということをなんか、あれアイドルとかそういう感じですかね。あははー、わら。綾香、薄っぺらい会話しかせえへんな。 アイドルが出会い系やってるなんて信じられないむしろさ自分の好きなアイドルがさ出会い系やっとったらマジかと思うけど大丈夫でしょうか公平元だよ元元アイドルあなるほどな俺の中では彩香ちゃんは今でもアイドルだよあーなるほど彩香ちゃんしか見えない熱狂的でございますねわら彩香薄いってなんだ彩香ちゃん出会い系をうーん普通に彼氏が欲しいんじゃないでしょうか 彼氏欲しいからうん。マジでと思うあやか、何、うん浩平くんにだけ話すと、お小遣い稼ぎしてるって感じかなえどういうことでしょうかお小遣いキャッシュバッカー何それキャッシュバッカーって。何キャッシュバッカーって。意味わかるうんうん。えっと、なんかあれだよね。俺がメッセージすると、何円かあやかちゃんに入るみたいな。え、そんなもんあんの そうそう、う結構金になるのうーん全然わらこの間やっと3,000円になったへえまあメッセージ来るだけで3,000うーんうーんいらないそうだよねあじゃあライムとか無理なのかなうーん違うんじゃないだってお小遣い欲しいんやったらライムは違うんじゃないかでも浩平くんは綾香のこと知っててくれたし特別だから。 コウヘイ気をつけ。これ全員によるぞ。ライムの ID 教えてもいいよ。ほ、本んと ?1 万円でどう <laughs> 1>, <laughs> ?1 万円どうですか、コウヘイ。1週間に1回1万。えじゃあ、1ヶ月4万どうって。週1回1万円振り込んでくれたら、ライム友達。あやか、やばいぞ。あ、な、なるほど。<laughs> どうするへ平、ごめんね主戦のどこみたいなねやか、うんやかねアイドルやめたでしょうん枕営業スキャンダルあれはね事情があったのわマジかこうへいこうへいは一生ったけど何「綾華のお父さん寝たきりでやか高額な医療費を払わないといけないんだお父さんの看病もしなくちゃいけないし」 働けなくて。絶対嘘。今の彩佳には、とてもとてもお金が必要なの。安治村だってお金が欲しいの。引いちゃったううん。話してくれてありがとう。浩平。俺はさっきも話したけど、彩かちゃんの大ファンだし、彩かちゃんとこれからも繋がっていたい。彩か<香> <laughs> このサイト一通100円だし、 あっという間に1万円なんていっちゃうし、あやかちゃんに渡せるならそっちの方がいいよ。あ、いつ100円でアイドルにメッセージか。でも、わらしか帰ってこんねやろ。ありがとう。あ、なるほどな。いつ100円で推しアイドルに送れる。やるな。あ、やるな。私やるかもしれん。<laughs> 実を言うとね、俺にも、 要介護の姉がいるんだ。ええー、体が不自由なんだ。だから彩佳ちゃんの気持ちちょっとわかるよ。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。うん,うん。俺はまだ父と母が元気だから、仕送りくらいしかしてない。いや、でも偉いじゃん、浩平。彩佳ちゃんは偉いよ。ありがとう。彩佳多分嘘やぞ、浩平。浩平君と知り合えてよかった。浩平君って、すごく優しいんだね。こんないい人に彼女いないなんて。 いや全然何なんか出たニュース速報兵士の河原で団子状にされて男性の遺体が発見される団子状何河原に落ちていたものを近隣住民が警察に届け出殺人事件とみて捜査えなんか不穏なニュース入りましたよ兵士ってん兵士って彩佳ちゃんの住む町だよねあ住んどるとこ教えてんのそうだよ 今なんか怖いニュース出てたよどんななんか団子人肉団子が発見されたって。声うまいことまとめたな。チ肉団子うん。人肉チ肉河原に落ちてたらしいよ。付近の住民が発見して、異様な匂いがするって警察に持っていったらしい。あら、持っていったの 近隣住民暇なんだね。あやかそれとち,ちゃちゃうやんそこじゃないってええそういう話じゃなくていや怖くないねえ怖くない人を解体してドロドロになるまで溶かして団子にしただけでしょまあ団子にしただけなんですけどそうじゃなくないやろうと思えば浩平くんでもできるよあかな何つうこと言うんややらないやらないあやかちゃんって結構ホラー好きなタイプ 好きじゃないよ。わら。よかった。え、ホラー好きだとダメなんですかダメなんですか公平。コウヘ一緒にホラー映画見たら俺の方が泣きそう。うん。あやか、ホラー映画も嫌いだよ。そっかそっか。あんなの赤いインク感丸出しじゃん。そこですか。本物の血液はあんなサラサラしてないよ。あやか、やべえ女でございます。ははは。 おそらくやかは結構やべえ女ですね。ってことで第2話でございます。2ヶ月後。はやん。恥ずかしいよ。え何デートしてんの恥ずかしくない <laughs> そんなことあるか私たちカップルなんだから。はいやん。浩平よかったじゃん。推しアイドルに1週間1万貢いだ結果ちゃんと案をしてくれる彼女になった。よかったな浩平。ああどうしたどうした あ、あんって彩花がスプーンを公平の鼻に刺したん。歯が <laughs> 楽しそうですね。あははは彩花楽しそうじゃん。公平君目つぶってるんだもん。おっかしい。もうおべんね。はい、ティッシュちょっと腹立ってきたな。あ、いいよ。怒ってない。次どこ行きたい？映画でも見る？昨日調べたんだけどさ、ワンダフルデーっていう映画がね。 涙なしでは見られない感動の映画なんだってうーんあ同じこと言っちゃった <laughs> ああんま興味ないあやかね感動物って言葉嫌いなんだあそうなんだあー、うん同じこと言っちゃったごめんね浩平うん誰かが誰かを感動させようとして作った物語に興味ないあ,ー、まあそこをなうまいこと作るのが映画監督のお仕事でありますのでなあやか一回黙ろうな ほら、泣けるでしょっていうメッセージ性を感じ取ると、途端に冷めちゃうんだ。うーん。まあ、わからんでもない。<laughs> そっか。うん、ごめんね。でも、あやかな。まあ、わかるんよ。話はすごいわかるんやけど、今、ワンダフルデイを進めてくれた公平に言うことではね全然いいよ。外歩かないいい天気だよ。うん。 二人は外を歩いた。いいじゃないですか。お願いします。個人運営の保険お願いします。どうしたあやか。ボランティアも嫌いなのかな。あやかはすっと歩いていくと、ボランティアの子供たちの募金箱にお金を入れた。偉いじゃん。頑張ってね。はい、ありがとうございます。公平のもとにあやかが戻ってきた。優しいんだね。そんなことないよ。なかなかできることじゃないよ。 あやかのそういう優しいとこ好きだなどうしましたかあやか小平くんは家族好きん私家族好きよ小平はえそれは好きだよそっかえ何家族嫌ですか私家族大好き大好きなんやけどどうなんでしょうかなんでこの世の中にはさ家族が好きでも一緒にいられない子っているじゃない、まあまあそうですね個人の子とかうん 親ににに虐待されて個人に来たのにでもそれでも夢はお父さんとお母さんと暮らすことってそう願う子も多いのなんか辛くなってきましたやめませんかやか。その子たちへの気持ち浩平君はわかるいや,やめてください浩平ちょっと今違うワンダフルデー見たくてしょうがないんです一回しうーんでも理解できないことではないかな愛されたいって思う気持ちは愛されないほど増… そう、ほ、う、うん、増える。そう思うから。うん。そういう不幸な子供たちにね、私、なんて声をかけると思う怖いからもう言わないでいいです。世界は敵だらけだ。泣くのはやめろ自分一人で立てね、私、全然優しくないでしょかっこいいな、なんか。<laughs> なんか、ワンピースの革命軍のベティを思い出したわ。それも優しさじゃない綾香はお父さんが寝たきりで、 今まで大変な思いををししててお金を組みにしてきたんだろう自分がまっすぐ立たないと人を支えることなんてできない。なんでデート中にそんな重い話すんもっとアホみたいな話したいです私。とにかく私は全然優しくないの。不幸な子供たちにこれ以上不幸な目に遭ってほしくないと思って自分の正義を貫いているだけ。 この話やめませんかもうちょっとさアメトーークどの回が好きやったとかそういう話しようやダメそれでも行動できるっていうのはいいことだようんよし俺も財布の5,000円入れてくる結構なお金よ5,000円はえっ浩平君浩平は子供たちの募金箱にお金を入れたへへすっからかんになっちゃったあらあはは帰りスーパーで材料買ってさ家でご飯食べない うん、いいね。あやか、カレー得意だよ。いいじゃん。え、俺、カレー大好き。わかる私も。カレーにバナナ入れるんだよ。やだ、それは。え、バナナふふふ。<laughs> その時の俺は、幸せの絶頂にあった。なるほど。あやかは隣で笑っていて、世界はキラキラ輝いていた。急にどうしたんですか俺は、それがずっと続くんだと思ってたんだ。急なポエムなんでしょうか じゃあ、ここから第3話ですね。ケンジ。誰ケンジ浩平、サークルのグルチャ見てる同じサークルの子ですかあ、ごめん、放置してた。だと思ったわー。未読200超えてる。結構やな、200って。わら。久しぶりに飲み会しようって話になってたんだよ。飲み会か。最近忙しいのぶっちゃけ寝る暇もない。なんでブラックだなー。 いや、俺、最近、副業始めてさ、なんの転売の仕事してるんだわ。バカ野郎やな、洸平。へえ、100円で仕入れたマスクを1万円で売るみたいな。は生々しいな、なんか。そんな悪徳業者じゃない。まあ、でも結構いい稼ぎになる。わかった。推しのアイドルができたな。なんで一瞬洸平喋ろうとするなんでやっぱりな。長い付き合いだもん。わかるよ。 で今度は何て子彩かちゃんだよ。メゾンヌの。え枕営業で脱退した子言い方ケンジ。そういう言い方するね。なあ仮にも好きやと言うんやきん。一回そういう言い方やめてください。彩かちゃんまたアイドル復帰すんのいや、個人的にやりとりしてる。はいー <laughs> いい反応でございます。マジでああ、彩かちゃんの家が大変で、俺が助けてるんだ。ああ、そういう感じな。 康平は検事に敬意を話した。うおおじゃあお前アイドルのこと、俺たちはプラトニックな関係だよ。えどういうことですかええー、毎月15万も仕送りしてるのに、セックスなし。あーなるほど。15万、月15万で、マジか、プラトニックやね。こうやって、あ <laughs> <laughs> 平、康平ちょいって出てくんやめえ。 なあ、今度の飲み会、彩香ちゃんも誘ってみろよ。先に酔ってさ、お前の家に泊めちゃえよ。やっちゃえよ <laughs> でも、お前らそれでも付き合ってんのかよ。乾杯 <laughs> 楽しそう。ごく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 。彩香強そうやけどな。ふわーおかわり。すげえ。彩香ちゃん飲みっぷりいいね。あははいや、俺てっきり公平が騙されてるんだと思ってたわ。騙してないよ。 あやか写真も送ってたし、ねこ浩平くん。ああ、ああ、ふわふわふわ,ふわする。<laughs> <laughs> なんでそんな読み方してしもったんやろう。もうごめんな。浩平くん、肩貸して。2時間。<laughs> 待って、ごめん。<laughs> ちゃんとしよう。2時間後。キャー息息ハハ。一気一ごくごくごく。ゲンジが潰れますね、これは。 キャーケンジ、男だね。ブワおい、ア香俺とも写真撮ってくれよ。えケンジ、ケジ大丈夫でしょうか何酔ってるの酔ってたらなんだよ。俺だってアイドルと写真撮りたいんだよ。いいよ。浩平くん、写真撮ってもらってもいいあ、もちろん。浩平、大丈夫ですか楽しんでますか、浩平。はい、スマホ。ア香のスマホ、きれいに撮れるアプリ入ってるから。 コ受け取った。ブイーこらってくんなえっとこのボタンを押せばいいんだよなその時だった浩平は誤って下のボタンをタップしてしまった誤ってですか本当にえ浩平はその瞬間自分の目を疑った気になるすごい気になる画像が大写しになったのだがその画像には綾香と父と思われる男性が写っていたのだ うん。飲み屋で撮った写真。父と思われる男性は非常に元気そうだった。あら。お父さん寝たきりなんじゃ。ね、飲み屋だって。<laughs> 騙されとんな。おそらく騙されとんな、洸平は。ってことで、これ4話かな。やっていきます。洸平くん。洸平すぐ喋ろうとしてやめるやん。洸平くんってば。ああ、ごめん。もうどうしたのなんか最近ぼーっとしてばっかり。 ごめん。あやか何かしたううん。ちょっとね、いろいろ見ちゃった。もういい。え電話切るね。めっちゃ怒ってる。明日までにお金振り込んでおいてね。わっ、怒ってる。あやかん前に飲み会で、これあやかのスマホの写真チラッと見ちゃったんだ。ごめんなさい。お父さんの写真、ごめんなさい。バレたよ。あやか ど,どうしたの浩平君やかのこと信じてないの?」って出ましたそ,そういうわけじゃなくてあのねやかねお父さんが元気だった頃の写真持ってたくてそれで昔の写真を加工したのということでしょうかそうだったんだ何で信じるお前ももう歩けないなんて信じられないよ浩平そろそろ気づこうお父さんはどこの病院に入院してるのどうして俺もお見舞い来たいたんだけど。 ね十15万あげてるから。ね十15万渡してるし、私。やかのお父さんに会いたい。それって、結婚するってことえ違うのいや、そう、それは、それはまた別のお話でありまして、なんていうか、か、考えたことなかった。そうなんだ。違う、違うよ。俺みたいなのが、やかとなんて、やかが結婚してくれるなら、俺、俺めちゃくちゃ嬉しいよ。ほんとにやか 2000万用意できるえ結婚するには2,000万必要なの。どういうどういうえマジで2,000万あマジで2,000万2,000万は結婚例えばさ推しのアイドルと結婚できるっていう話になってじゃあ2,000万2,000万あれば僕と結婚できますよって言われたらうーん。 一回ちょっと内臓でも売ってこようかな。彩香の家はね、宗教に入ってるの。宗教に入ってるの。結婚するときには、マザーに2000万円払うのがしきたりなんだ。マザーマザーマザーにあげるのそんな大金持ってないよ。彩香は浩平君と結婚したい。俺だって、俺だって彩華と結婚したいよ。保険は保険保険って何保険って何 保険には入っている家族はえ、死ねってこと入ってると思うけど何の保険生命保険。ほう。浩 <laughs> 平が喋ろうとして黙るめっちゃ面白いな。お姉さん生命保険に入ってるかどうか聞いて。ちょっと待ってよ。生命保険って入ってるか聞いてどうすんだよ。やべえ、やべえくなってきましたね。綾香に言わせるの私は浩平くんとヒック。 泣いいちゃいましたよ一緒になりたいってただそれだけなのに。やばい女やぞ。公平公平そろそろ気づこう。家族を殺すなんて俺にはできないよそらそばや。よくいた公平。ぶつ。<laughs> <laughs> 切られた。えあやかあやかおい。あやか出てくれませんでした。1ヶ月後。おい公平。生きてるか 真っ昼間にカーテンも閉めたままで何してんだよ。今虫ごっこか。検事ええやつっぽいな。浩平。もうしょんぼりよ浩平。彩香ちゃんも悲しんでるぞ。なんでお前が知っとんガバッ何浩平が飛び起きた。わ彩香と連絡取ったのか。ね、まずそこですよね。おう。彩香ちゃんから相談受けててさ。どんなそれさ。お前が一番分かってるんじゃねえの 何のお話でしょうか。彩香ちゃん泣いてたぞ。え何で彩香ちゃんお前に振られたって言ってた。えそんな飛躍しますかブツッと切られたんですよ、私。振ってなんか。話し合おうとしても、連絡が取れないんだ、彩香と。あいつやべえ女ぞなんだ、お前ら両思いなんだな。彩香ちゃんはお前と結婚したいってさ。違う違う。結婚したいんじゃなくて、2000万欲しいって言ってた、あの女は。 でもお前が断ったって、違う違う、結婚は断ってねえよ。二千万を断ったの。小平。選べないんだ。彩香とうちの家族と。うーん。まあお前の家の事情は知ってるけどさ、彩香ちゃんに介護をお願いするわけにもいかねえし、全部を選択するのは無理だよ。いやそういう次元の話じゃないよ。そんなまともな話し合いじゃない。二千万なん。お前もさ、ずっと仕送りしてきて頑張ってんだ。 お前が幸せになりたいって言っても、誰もお前を白状だなんて責めないよ。んあ、なるほどな。今理解したわ。なあ、浩平。誰もお前を責めないよ。彩香ちゃんと幸せになれ。な。ケンジがめっちゃええやつやな。で、次から、ここから5はですね。彩香は俺決めたよ。彩香と結婚する。いいんでしょうかそれで本当に。そのために、しなきゃいけないことをする。本当 とといううことですか、うん今実家に来てる公平姉ちゃんを車に乗せて俺の家に連れて帰ってそこで綾香に言われた通りにやる公平公平私を選んでくれたことを心の底から感謝してる愛してるよ違う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 公平公平今なら間に合う俺もこれが終わったら 結婚しようねマジでうん。えきついな私も例えば推しのアイドルのためというでも兄ちゃん殺すの無理やぞ。結構なブラコンやぞ私は。もうスマホばっか見てああ久しぶりに実家に顔出したかと思えばスマホばっかりいじってるんだもん。このマミーっていうのはどっちお母さん姉ちゃんマミーのマミなんそれともマミちゃんなんどっち 姉ちゃん姉ちゃんでした。んなんか元気になったな。へへそううん。化粧してるのああうん。ちょっと勉強中。あそうなんじゃかわいい。お母さんたちに言わないでよ。何何何私ね、好きな人できた。わ、いいな。いいなよかったな姉ちゃん。その好きな人ができてちょっとお化粧勉強し始めたっていうのすごいかわいいな。はあ、そうなんだ。 うん、SNS で知り合っただけだから会ったこともないんだけど SNS で知り合ったまマミあ私のことバカにしてるでしょはいすいませんごめんなさいしてないしてないその気持ちわかるよえっ平も SNS で好きな子できたのもうすぐ浩平一回それやめろへえいいねっていうかさ兄弟揃って何しとんどうしたの どうしたの何で泣いてるの姉ちゃん。ん俺その子と結婚したいんだ。ああ、なるほど。何か障害があるのね。お察しがよろしいことで。あなたを殺さなきゃいけない。私でよければ相談に乗るよ。何があった俺の。俺の家で話す。公平の家。行こう。公平がマミの車椅子を強引に掴んだ。ダメでございます。待って。 待ってなんか怖いよ。察しがよろしいね、マミは。話はここで聞くから、ここじゃダメなんだ。え、もう怖いって。洸平、目が血走ってるよ。もういい加減にしてくれ、洸平。ちゃんと寝てるの。とりあえず、話は明日にしよう。今日はゆっくりお風呂に入って、ご飯を。次の瞬間、洸平はマミの首に手をかけた。やっちまったな。へえ。洸平は号泣していた。 うぐうごめん姉ちゃんごめんあーやめーマミは必死に公平の手を抜がれようとし激しく抵抗したガタンマミが車椅子から落ちたもうやめてあげて本当に本当に無理本当に無理